他人ではいられない。惚れた同士が向かい合い、視線を結び合う。言葉を返さぬピクルマでもが、ひとたまりもなく発火する挑発。君は今、生まれて初めて、食べるためにではなく、誇りを守るために戦うんだ。恐竜機最強のオス、バーサス、ハンマーバキ。おお、ダウンしとるじゃないか。誇りを守るため、キグライを守るための戦いをバキさんなら伝えられるでしょう。俺たちがやることは殺し合いではない。命の奪い合いまですることはないんだ。わかってるじゃんピクル、それでいいんだよ。そんな程度でいいんだよ、強さ比べなんて。来い、バカ野郎が。いったてめえ。だからね、だから僕と遊ぼう。バキが空振りかい。ピクル戦慄す。しかし未だ逃亡せず。ピクル、すまない。バキが与えた激痛がピクルの誇りに届いた。何を演ずる。トリケラトプス剣。ピクルのその目には天下無敵の大怪物になり遂げていた。こんな怪物見たことない。対決は初めてではない。まともに受ける形になりました。避ける間などあろうはずもあります。飛んだのです、ピクル。いえ、跳ねたのではありません。さすがだよ、白亜紀最強。どうよ、ギリギリ8箇所のマーキング。人間として戦おう。一度はやりたい真っ向勝負。地面にじゃない、地面を叩きつけられたようだ。本当もう強い。防いでいてもブロックしたその腕が急所になってしまったような。怪力無双。近いな。長かったこの戦い、フィナーレが近い。この顔が、この備えが、最終形態。関節を組み替え、完全なる戦闘体系に変容した。ピ
作りの最終形態。やっぱ言わなきゃならねえんだよな。勝負はここからだ。この場所で友情に向かい合う。いけねえ、戻んなきゃな。ピクル渾身の一撃でバキさんが飛ばされない。よりスピーディーに、より鋭角的に、同じ力で迎え撃っただけのこと。俺たちは格闘技を手に入れた。こんな時俺は何を。なるほど、そうきたか。すでに打ち込まれていなければならない。最強の自分が追い込まれている。なんという技術の威力、なんという術理の不可思議。古代人は戸惑っていた。そしてあのピクルが避難しているのです。そのピクルにバキさんは追いついている。言ったろ、君のそばから離れないと。絶望的な体力差を、埋めがたい筋力差を、そんな栄光を前にして、今少年バキの心に生まれてしまった悪い癖、体力勝負であることを古代人はすぐに理解した。救いがたき強欲、悪なさすぎの欲深さ、結果瞬く間に体力の差異は現れ、力比べの最中確かに感じた敗北への恐れ、古代人は武器を手にした。死闘決着。